皆さんこんにちは。今日は2022年の夏に伊豆諸島に行った時のブログを皆さんにシェアしたいと思います。皆さん、伊豆諸島がどこにあるか知っていますか？ここです。東京から一番近い大島という島まで高速ジェット船で1時間45分で行けます。今回私は神津島と式根島に行きました。伊豆諸島は夏に日本に来たらぜひ行ってほしいおすすめスポットです。じゃあまず一緒に神津島に行きましょう。レッツゴー。予約されてますか？はい、ジェット船予約して、予約番号がこれです。ありがとうございます。チケットゲット。7時45分発のお客様いらっしゃいますか？はい、チケットをもらいました。今から船に乗って神津島に行きます。ビーチが見えてきました。この神津島は神々が集まる島と言われています。スキューバダイビングとかマリンスポーツが楽しめる島です。シュノーケリング持ってきたので明日ここでシュノーケリングをしようと思います。浜の家という宿に泊まりました。今からチェックインします。宿の人がおすすめの観光スポットを教えてくれました。普段原付とかって乗られます？あ、乗らないですね。自転車。自転車。そしたら絶対自転車を借りて行くか、はい、バスで行くか。はい。バスで赤崎まで行って、はい、ここで泳いで、で、水シャワーがあるんで、それを浴びて、はい、で、こう、軽く拭いて洋服着て、温泉に行って、で、温泉が外の露天風呂が水着で入れる、混浴のお風呂になってるんで、そこに水着のまま入って、うちは普通の男女別なんで、そこで綺麗にして帰ってくるっていうのが、はい、こうなんか一番の夏の王道コースになります。ここから、この近くからバスが出てるんですか？そうですね。今船が着いたところの、はい、隣、歩いてくる途中の建物のところからバスが出てます。はい、そうなんですね、はい。で、ここまで行って、シュノーケリングとかですか？あ、そうです。ここがシュノーケリング。はい、そう、シュノーケリングお持ちですか？持ってきました。そしたらやっぱここが一番おすすめです。はい。で、一番おすすめがこの赤崎遊歩道で、その次がこの前浜の、はい、こっちの南側のところが、魚がいっぱいいてシュノーケリングが楽しい場所になります。へぇ。1、2、あと沢尻湾も、はい、魚はいます。そうなんですね。はい。ここまで行くのに結構時間がかかりますか？バスだと15分ぐらいで、はい、自転車だと行ったことないな。でも多分30分ぐらいかな。神社とかもありますか？この辺り。あります。ここに乗ってるのは神社が3つあります。なんかこれがちょっと一番なんか面白くって、はい、神津のお参りの仕方で、はい、これが、ここにある阿波の御事神社っていうところなんですけど、この長浜っていうのが別名で五色浜、五色の浜って言われてて、はい、砂浜がいろんな色の、なんかほんと紫みたいなのとか、はい、こういろんな色の砂ですごい綺麗なんですけど、はい、それを持ち帰ると罰が当たるから持って帰っちゃいけないって言われてるんですね。持って帰っちゃいけないですね。はい、なるべく平たい石を拾って、はい、海水に浸かって濡れてる砂あるじゃないですか。それをこうやって乗せて、で、するのをこの塩花っていうんですね。へぇ。で、これを持って行って、この阿波の御事神社の鳥居のところにこう、なんかそっと送っといて、お参りに行くっていうのが、はい、なんかその神津のお参りの仕方。すごい、知らなかった。ありがとうございます。ありがとうございます、ご丁寧に。他の部屋どうぞ。チェックインしてくれたの、ありがとう。皆さん、見てください。この景色、見えますか？今からサイクリングして、宿の人がおすすめしてくれた神社に行きます。すっごい海が綺麗で、透明度が高いです。今日は泳ぐかわかんないんですけど、明日シュノーケリングするので、すっごく楽しみです。行ってきます。教えてもらったお参りの仕方で神社にお参りしました。すごく静かで神聖な場所でした。日本の神社では2礼、2拍手、1礼します。2回お辞儀をして、2回手を叩いて、最後に1回だけお辞儀をします。今日は天気がいいですね。トンネルを見つけました。やっほー！
はい、皆さん、今日は神津島2日目です。今からバスに乗ってシュノーケリングできるところまで行きます。今日はすごく天気がいいです。魚が見れるかな。そのシュノーケリングできるところにはたくさん魚がいるらしいので、すごく楽しみです。じゃあ皆さん、今日一緒にシュノーケリングを楽しみましょう。ここからみんな飛び込んでいます。子供みたいに思う存分遊びました。気づいたらここで3時間以上泳いでいました。魚もたくさんいて餌もあげました。はい、皆さん、この赤崎遊歩道というところで4時間ぐらいシュノーケリングしました。久しぶりに子供みたいに遊びましたいっぱい魚がいて結構楽しかったです。あと結構水深も深いので、深いところまで潜ったりもできるのですごく楽しいです。でジャンプしてる人もたくさんいて、私は最初は怖かったのでしなかったんですけど、いきなりジャンプしたくなってジャンプしました頑張ってジャンプしました。最近の中で一番の挑戦でした結構あそこに立った瞬間足が震えたんですけど、頑張って飛びました。子供がね、飛んでたので、子供も飛べるんだから私も飛べると思って頑張って飛びました今からバスに乗って温泉に行きます。で、今から行く温泉は水着を着て入れるので裸にならなくてもいいです。皆さん、裸になるのが嫌な人でも入れます。はい、で、男の人と女の人みんな同じで、公共のプールみたいなものですね。はい、じゃあ今からバスに乗って行きましょう。今日めっちゃ風が強いですね。ちょっと風の音が入ってるかもしれないんですけど、ごめんなさい。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。温泉こんな感じです。すごい温泉の匂いがします。硫黄の匂いがします。でもちょっと引き潮の時、干潮の時に来るとこの温泉が熱すぎるので入れないみたいです。満潮の時に来たら入れるみたいなんですけど、今ちょっと熱そう。ちょっと今から触ってみるけど多分熱いと思います。あったかいでも結構ツルツルしてるから滑る。今からこの船に乗って式根島という島に行きます。式根島に着きました。アクション。皆さん、今日は式根島に来ました。式根島こんな感じです。で、今はここにいます。この辺りにいます。で、式根島はすごく小さい島なので、だいたい1時間半ぐらいで一周できます。で、今から行くのはこの中之浦海水浴場というところです。ゲストハウスの人がここは自然の水族館と言っていました。ここに行ってシュノーケリングしたいと思います。はい、自転車も借りたので自転車で行きます。レッツゴー。今からここで泳ぎます。魚いっぱい見つけます。足がつらないようにちゃんと準備運動をしましょう。皆さん、いつも泳ぐ前にちゃんと体操してますか？皆さんも夏に東京に来たら、東京から3時間でここに来られるので、よかったら来てみてください。じゃあまた次の動画で会いましょう。ありがとう。バイバーイ。